皆さんこんにちは。味の素プレゼンツ植草あゆみオンライントークショーをご視聴いただきありがとうございます。今回は前編に引き続きオンライン形式で空手の植草あゆみ選手の魅力に迫っていきます。進行は私、空手雑誌 JK ファン編集部の菊池博樹が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。前編では、植草選手の印象に残っている試合について振り返っていきました。また視聴者の皆様からもいただきました、SNS で投稿いただきました質問にもお答えいたしました。前編の動画については、概要欄のところに URL を掲載しておりますのでこちらからご覧ください。そして、ここからの後編では、食をテーマに植草選手の魅力に迫っていきたいなと思います。じゃあそれでは改めて、読んでみましょう。植草選手よろしくお願いいたします。はい、空手選手の植草あゆみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。後編はですね、植草選手のプレーを支える食がテーマになります。はい、植草選手といえばですね、SNS でもよく美味しそうな食事の写真を載せてらっしゃいますよね。はい、よく自炊もされて食事にもかなり気を配っているというふうに伺っておりますが、はい、いかがでしょうか。はい、皆さん自分が料理できないと勘違いしてると思うんですけど料理できます。食事についても栄養面でしたり気を配っているところあるんじゃないでしょうか。はい、どういったところを考えていらっしゃいますか。はい、一番はアスリートなのでトレーニングなどをした時にタンパク質をきちんと摂ることを意識しているのと、あとビタミンをきちんと摂らないと体を整えることができないのでビタミンを摂ること、あとは練習の時に集中が切れないように炭水化物をきちんと摂ることを意識してやってます。はい、じゃあ今回は、この植草選手のプレーを支える食について、はい、詳しく迫っていきたいなと思いますが、ここはやはり、食についての質問は食のエキスパートの方にお願いをいたしましょう。はい、植草選手を食と栄養で支援している味の素ビクトリープロジェクトのメンバーである、上野裕樹さんです。上野さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、上野さんよろしくお願いいたします。上野さんはですね、植草選手と普段から密接なコミュニケーションを取り、サポートをしていらっしゃるというふうに聞いたんですが、具体的にどのようなことを、やってらっしゃるんでしょうか。はい、植草選手が、試合に向けて、トレーニングを積むときにどんな栄養素が必要なのかというお話だったりとか、あとは試合当日にどんな栄養を取るべきかみたいな、そういう栄養戦略を一緒に考えてます。はい、なるほど。さまざまな局面で植草選手の栄養面をサポートされているということなんですね。植草選手も非常に、はい、上野さんとは、はい、絶大な信頼を寄せていらっしゃるんじゃないかなと思いますが。そうですね、上野さんは栄養士さんではないので、だからこそ自分の本音をちょっと言える、本当はこういうことをしたいとか、こういうことは嫌いだ苦手だっていうことを素直に話すことができるので、本当に空手界のお兄さん的な存在ですね。空手界のお兄さんである上野さんが今回登場していただいております。はい、はい、ですね、じゃあここからは、じゃあその上野さんにですね、植草選手も取り組んでいる栄養プログラム勝ち飯について教えていただきましょう。それでは上野さんよろしくお願いいたします。はい、ではここからは植草選手と共に、勝ち飯を学んでいきたいと思います。植草選手改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は勝ち飯ということで栄養の話になるんですけども、栄養の話に行く前にまず我々ビクトリープロジェクトって何なのかっていう話を少しだけします。
ビクトリープロジェクトっていうのはですね、2003年から、味の素が行っております日本代表選手およびその候補選手を食と栄養で支援する、選手強化プロジェクトになってます。で、空手のナショナルチームの皆さんには、2016年から、サポートに入らせていただいてます。でその中で、使ってる栄養のプログラムが勝ち飯というものになります。で勝ち飯は何なのかっていう話をすると、スポーツ栄養学に基づいてなりたい体そしてコンディションになるために、必要な栄養素をアミノ酸の働きで美味しく手軽に摂取できる食事と補食のことを指してます。で勝ち飯の中でとても大事な考え方があるんですけども、ここを植草選手お答えいただいてよろしいですか。教えていただいてよろしいでしょうか。はい、丸々に食べるかお願いします。何のために食べる。はい、ありがとうございます。おっしゃる通りで何のために食べるかっていう考え方がとても大事で、つまり目的に合わせて必要な要素を取るってことなので、自分はこうなりたいからこれを食べるんだっていうそういう考え方を1日3食の食事とそして、必要なタイミングで必要な要素を取る、補食、この2つで考えていくっていうのがこの勝ち飯になります。はい、では今日は勝ち飯の基本ということなので、まあ、大きく2つ学んでいきたいと思います。1つが、どのくらい食べればよいかという話で、もう1つがどうやって食べればよいかという話、この2つを一緒に、学んでいきたいと思います。ではまず、はい、どのくらい食べるかという話ですね。でその話に行く前にまず栄養バランスって何なのって話をすると、栄養バランスは食事の量と質で決まります。まさにどのくらい食べるのか、そして何を食べるのか、どうやって食べるのかっていう話ですね。で、じゃあどのくらい食べればよいかって話をするんですけど、そこに関して言うと実はこれ体重を見て判断することができます。で、なんでかっていうと、体重の変化はエネルギーの摂取量そして消費量のバランスで、決まっていきます。例えば体重が維持できている人っていうのはそのエネルギーの摂取量と消費量がこう釣り合ってる状態、そのバランスが釣り合ってる状態の人で、体重が増えてる人っていうのはどういうことかっていうと、エネルギー摂取量の方が上回っている人、そうすると体重は増えます。で逆に体重が減ってる人っていうのはエネルギー消費量の方が上回っている人っていうふうになります。なので、どのぐらい食べればよいかっていうことに関して言うと、体重の変化を見て目的に合ったボリュームを見つけていくってことが一つ考え方になります。例えばウェクサス選手は、はい、ボリューム、食事のボリュームについて何か普段意識していることってありますか。はい、試合のオフシーズンはどうしても練習をしない時もあるので、うん、運動量が本当に激減するので、その時には食べる量を抑えて、まあ、その中でもなんか好きなものだったりとか美味しいものは食べに行きたいので、本当に全体の摂取量は落とすように気をつけてます。なるほど、まさに、エネルギーの消費量と摂取量のそのバランスを考えて普段食事も取られてるっていうことですね。はい、はい、ありがとうございます。では今、どのくらい食べればよいかっていうお話をしたので、次はどうやって食べればよいかっていう話に移っていきたいと思うんですけど、どうやって食べればよいかを抑えるときに栄養素の3つの働きを、理解する必要があります。これ体をなんとかなんとかなんとかって3つ働き方あるんですけど、ここも植草選手お願いしていいですか。はい、体を作る。はい、作る。動かす。動かす、はい。整える。整える、素晴らしい、完璧ですね。およかった。そうです、そうです、この体を作る、動かす、整える、この3つの働きっていうのが非常に重要になってきて、で栄養素って細かく見ていくとたくさんあるんですけど、その一つ一つを覚えるっていうよりは、どんな働きをしているのかっていうことを抑えることがまず大事です。それが動かす、作る、整える、この3つの働きになります。で、具体的にどういうふうに働いてるかっていうところになると、例えば左上のタンパク質、お肉とか魚とかですね、これっていうのはゆくゆくは筋肉に変わっていきますので作るっていう働きになります。で、じゃあ今度左下の糖質、ご飯とかパンとか麺とか、そういうものはエネルギーに変わっていくので動かすっていう働きになります。
で真ん中にいるこのビタミンっていうのが非常に重要で、これ整えるという役割なんですけども、タンパク質を筋肉に変えてくれたりとか糖質をエネルギーに変えてくれるのを手伝ってくれる、とっても重要な役割になります。で何が言いたいかっていうと、これ人一個一個では働かないってことなんですね。3ついてやっと働く、これがこの栄養素の働きになります。じゃあ植草選手、せっかくなので、はい、声に出して覚えたいと思います。はい、僕が先に行くので後からこう続いていただいてもいいですか。はい、いきます。3ついてやっと働く栄養素お願いします。3ついてやっと働く栄養素、ありがとうございます。覚えましたね。はい、覚えました。はい、ありがとうございます。では、じゃあその3つの働きを食事の中でどういうふうに揃えていくかっていう話をしていきたいと思うんですけど、これ実はテクニックが3つあるので、そのテクニックをご紹介していきたいというふうに思います。でまず1つ目のテクニックが5つの輪作戦。これどういうことを言ってるかっていうと、このような、食事の基本的な形のものをこう上から見たのを5つの輪作戦って言ってます。5つの輪を揃えていきましょうって話なんですけど、じゃあその一つ一つの輪の中にどんな要素が含まれているかっていうのをちょっと見ていきますね。まず左下がいきます。左下、主食の丸、ここは動かす役割なんですけど、ご飯、パン、麺、体を動かすエネルギーの元になるものですね。で、主菜、これ作るっていう働きが入っているものなんですけど、まあいわゆる、今日のご飯のメインって何、メインのおかずってこうですって言われた時のもの、これ例えば肉とか魚、卵、大豆製品、体を作る材料のタンパク質が多く含まれている。で左上の、整える、これ副菜の丸になりますけども、野菜、キノコ、海藻類などですね、体の調子を整えるビタミン、ミネラル、食物繊維っていうのが豊富に含まれている、まあ、サラダとか、野菜の小鉢とかそういうものを指しますね。で右上、牛乳、乳製品、これは作るの働きが入っています。まあ、骨を作る材料、カルシウムであったりとかタンパク質っていうのが入っています。で、一番下の右下のこれ汁物、これは少し特殊で、作る、動かす、整える、この3つの働きが入っています。でこの後にそのなぜかっていう話はするんですけど、この汁物っていうのはさまざまな栄養素を取ることができたりとか、あとは消化吸収を助けてくれる出汁のうまみが入っているものなんですね。でこれを聞いてると、じゃあ5つの輪、5つのお皿を必ず揃えなきゃいけないのか、ちょっと大変そうに聞こえてしまうかもしれないんですけど、実は、そんなことはなくて、例えばなんですけども汁物っていうのは、先ほど言ったように作る、動かす、整える、この全部の要素が入っています。なぜなら、主菜、副菜で使用しなかった食材、汁物に取り入れたりすることで様々な栄養素を簡単に補うことができる。なので、皆さん、選手の皆さんには、栄養素を揃える万能選手だよみたいな話をしたりしています。なので必ずしも5つのお皿が必要なんではなくて、その要素をいかに簡単に取れるかっていうことが大事になります。例えばこの右ページの右側の写真ありますけども、これ実際植草選手がご自宅で、食べられている鍋の写真になるんですが、植草選手普段からこう汁物とか鍋をよくご活用されてるって聞いてますか。はい、いかがですか。はい、どうしても練習で疲れてしまって帰った時に、献立を考えるのがめんどくさかったりとか、副菜を作るのが大変だっていう風になってしまう時に、鍋だったら、緑黄色野菜も入れれるし、孫は優しいのキノコも豆腐もで魚も取れる、タンパク質も取れるっていうので、万能だなと思って鍋はよく活用させてもらってます。どうで、頻度としてはどのぐらい食べるんですか。週に1回とか そんなですか。週に2とか3は、めんどくさい時は3とかになっちゃいますね。結構食べてますね。でもそれぐらい使いやすいってことですよね、きっと。はい、味もあの味キューブとかで変えれるから鍋キューブですかね。鍋キューブ、鍋キューブ鍋キューブですね。鍋キューブで変えれるし、はい、あと今の時期まで、今だいぶ暖かくなってきたんですけど、ずっと寒かったんで、やっぱりどうしてもあったかいものを食べたいなって思ってしまうので鍋が多かったですね。
汁物って、まあ、たくさんの栄養を取ることができますって話もそうですし、さっき言ったみたいに出汁っていうものが、はい、まあ、アミノ酸、グルタミン酸っていうアミノ酸がこの胃腸をこう元気にしてくれる働きもあるしありますし、あったかいものを先に、あったかいものを飲むっていうのは、まあ、胃腸のウォーミングアップ、ちょっとこの後お話しますけど、とてもいい効果がありますよね。植草選手はちなみにあれなんですね、椎茸はこう全部入れるタイプなんですねそうですね、やっぱり栄養素は素材そのもの全部から出ていると思ってるんで。なるほど、こだわりがあるってことね。いや冗談です、ただ面倒くさかっただけです上野さんに言われるまで気づかんかった、あ、まあ、バレないかなと思ったんですけどバレましたね。はい、ありがとうございます。じゃあ2つ目のテクニックに行きますけども、まあ、今の、はい、汁物につながってくるんですが、汁物作戦っていうもので、これは食事の丸々に汁物を食べよう、こうタイミングの話なんですけど、ここも植草選手お願いしていいですか。はい、食事の前に汁物を食べよう。はい、そうですね、前に、初めに最初の一口目に汁物を食べましょうっていうことです。でこれちょっと先ほどお話した通りで、出汁にうまみがたくさん入っていて、でそれがグルタミン酸っていうアミノ酸ですと、でそれが消化に役立ったり胃腸を守ってくれるので、先に食べることで食欲のスイッチになったりとか胃腸のウォーミングアップになるので、食事の初めに汁物を食べましょう、それが汁物作戦ですね。これ植草選手も左側で最初に一口スープを飲みますって言ってますね。はい、これ普段から意識されてたりしてます？はい、してます。以前に合宿中に上野さんから習って、ナショナルチームの選手はみんな明日ご飯来たら絶対みんな汁物飲んでからサラダ食べるっていう流れだと思います。素晴らしいですね。はい、いい流れですねそれは。はい、でこれ画面の右側に冷たい水とかお茶の写真を貼ってるんですけど、はい、これ何を言ってるかっていうと、汁物作戦の逆で、冷たいもの、冷たい飲み物を食事の始めとか食事中にガーッと一気に取ってしまうと実はあんまり良くないよって話で、なんでかっていうと、先ほど汁物は胃腸のウォーミングアップにもなりますよって言ってたと思うんですけど、逆に冷たいものを先にガンと飲んでしまうと、今から一生懸命動こうとしている胃腸をギュッと固めてしまう、動く前にクールダウンしてしまうようなことになるので、ぜひ特に小さな子供とか部活生の皆さんには、食事を食べる順序みたいなのも気をつけていただきたいなというふうに思います。はい、で例えば今の汁物作戦って、朝食に結構朝食が苦手な方もいらっしゃると思うんですけど、そういう場面でも使えます。で、どういうふうに使っていくかっていうと、例えば、だし茶漬けみたいなもので、ご飯をより食べやすくして、必要な要素を取るっていう、そんな作戦もあります。これ右下にだし茶漬けってこう3つ例出してますけど、植草選手なんかこの中で一番食べたいなって思うものってあります？はい、鮭フレークを使った鮭のだし茶漬け、うん、結構お魚が植草選手お好きなんでしたっけ？お魚系が。そう、お肉好きなんですけど、海外の遠征の時はなるべくその魚、青魚とか魚を取るようにっていうことを、まあ以前から栄養士さんに教えていただいてたので、はいはい、そこを意識して、まあ、鮭フレークだったりとかサバ缶は常に海外には持ってってました。なるほど、今はあれですね、じゃあ海外遠征を想定して答えてくださったってことですね。はい、そうですね、どうしてもこういうレトルトを使う時ってそういう場面だなって自分は思うので。なるほどなるほど、ありがとうございます。でもう一個テクニック、3つ目のテクニックに行きたいと思うんですけど、3つ目のテクニックが孫には優しい。これは最初の2つはどっちかというと献立をどう揃えていくかって話なんですけど、今度はその献立の中身、食材選びの話になります。で、これは、いろんな食材から栄養素を取りましょうねって話なんですよね。で、取っていただきたい食材の、頭文字を取ったのがこの孫には優しい。で上からいくと豆、ごま、肉、わかめ、野菜、魚、しいたけ、芋っていうふうになってます。で、まあ例えばですけども、これ赤い丸が作るという
栄養素の働き思ったものになるんですけど、作る一つとっても豆、肉、魚、いろんなものから取れるんですよね。なんですけど結構ですね、お肉だけ食べるっていう選手がいたりとかいるんですけど、そうではなくて、例えばお昼はお肉食べたから夜は魚を食べようとか、それ以外にも納豆とか豆腐を食べてタンパク源を取ろうっていう、そういう考え方をするとよりいいですよって話です。で、あと、野菜の部分で言うと、特に緑黄色野菜にはそのビタミンが豊富に含まれているので、例えばサラダバーとか合宿の時のビュッフェとかですね、そういう時も一品何か緑黄色野菜を意識的に摂ると、あの非常に栄養価としては高くなるかなというふうに思います。植草選手は普段意識して摂ってる食材ってあったりしますか？はい、自分は椎茸、まあ、椎茸というキノコ類ですね。キノコ類、はい、どうしても取りづらいというか、なんか自分からあえて取らないと取らないものかなって思ってるので、はいはい、まあ、やっぱり魚とかお肉っていうのは自然と取るものだし、まあ、納豆豆も取るしってなった時に、まあ、野菜も取ってるんですけど、まあ、わかめとか椎茸っていう部分は意識的に取らないと難しい部分かなと思って、特に、まあ、椎茸の部分ですね。いや、そうやって自分は意識しなくても取れるものがこうで、意識しないと取れないものってこうだよねっていう、そういう整理ができてるのってとても素晴らしいことだと思っていて、はい、そういうふうに、孫に優しいとかそういうものを使って、自分は何が取れていて何は取んなきゃいけないんだっていうことが日頃から意識できると、あのすごくいいですね。 ありがとうございます。素晴らしいと思います。はい、ではここまでの話をまとめますね。実践のテクニックですけども、どうやって食べればよいかって話のまとめになりますが、構造は5つの和作戦になって、じゃあその中身は、食材は孫には優しいで、1つ汁物を使って食欲のスイッチをする、汁物作戦、この大きな3つ実践テクニックとしてありました。ありがとうございます。で、全体の話のまとめになっていきますけども、栄養バランスっていうのは食事の量と質で決まってきます。量の話は最初にしたエネルギーですね、どのくらいっていう話、それは体重の変化を見て目的に合ったボリュームを見つけましょうっていうことで、もう一つ、じゃあその中身、食事の質の部分ですね、栄養素どうやってっていうのは、今言った3つのテクニックを使って揃えていきましょうっていう話でした。で、何のために食べるかを考える、これが大きなポイントですって言いました。で、それが勝ち飯ですねっていう話でしたね。で、なんでこんなに栄養の話をするか、栄養を大切にするかっていう話なんですけど、例えば、皆さんの目標何ですかって聞かれた時に、皆さん何に対して力を入れますかって話にもなるんですけど、目標達成するために重要なことって大きく3つあって、トレーニング、休養と、そして栄養ってあって、じゃあこの中で何と向き合いますかって言った時に、人それぞれ考え方はあると思うんですけど、例えば左、練習あんましなくて栄養ばっか取ってるっていう人はあんまりいないと思うんですけど、真ん中の人が結構多いのかなと思います。練習は一生懸命頑張るけど栄養はあんまり考えてないなとか、そういう人っていうのは結果が出ないわけではないんですけども、やはり体の土台がしっかりしていないので、目標をこう安定的に達成することはできない人が多いのかなと。しっかりと練習だけじゃなくて休養、栄養全てと向き合ってる人がやっぱり最終的には結果が出せるんじゃないかなと、僕らとしては思っています。はい、ということで、今日のその勝ち飯の基本というお話は以上になるんですけども、最後に、視聴者の方から植草選手に質問が来てますので、はい、そちらを植草選手に聞いていきたいと思うんですけど、はい、試合当日に何か栄養面で意識していること、工夫していることはありますかっていう質問がありますが、はい、こちらいかがですかね。まあ、私たちの空手の試合っていうのは、まあ、連続でパーって行われるものがあるので、はい、それを事前に計画を立てて、どのタイミングで食事をとって、どのタイミングでゼリーを飲んで集中力をかけないようにするっていうのは意識してやってます。なるほど、
そうですね、私も2016年から空手の代表チームの選手のサポート入らせていただいて共にやってきたのが、この試合当日のニュートリションプランをみんなで考えることをすごく大事にしてきました。今植草選手がおっしゃってくださったように、はい、しっかりと限られた、まあ空手特有の2時間ぐらいの後に何試合もするっていうそのスケジュールの中でいかに最後まで動き続けられるかっていうことを考えた時に、行き当たりばったりで何か栄養素を取るんではなくて、あらかじめ考えて栄養を取っていきましょうねという話だったと思います。植草選手の場合は、はい、これ今実際に植草選手が作ったニュートリションプランを出してますけども、はい、特にエネルギーですかね、試合の時は意識してるのは。そうですね、多分一番最初に上野さんに相談したタイミングが、うん、まあ空手の試合のリズムが変わったタイミングで、まあ試合数が増えたので余計ぼーっとしてしまうっていうのがあって、それがまあ栄養素的なものなのか、それとも自分の体力がないものなのか、どっちなんだろうっていうのを多分上野さんに相談したのをきっかけで、多分こうやってきちんとやるようになりました。実際にこういうふうにあらかじめ計画を立てて栄養を取ると、何かその前と取った、はい、こういうふうにちゃんと計画立てた後だと、はい、実際に試合の時の感覚とかって違ったりしましたか？はい、全然そのぼーっとしたりとか、まあ、あくびが出ちゃうっていうのがよく、まあ、練習中もあったんですけど、試合待ってる間とかにもあったので、そういうのは改善されて、まあ、試合が全部終わった頃にはお腹が空いてるっていう状態がよくあったんですけど、そういったこともなくなりました。うん、なるほど。ということは、ぜひ今空手で試合に向かこれから試合をするっていう選手には、こういうふうにあらかじめ試合の当日に何を取るかっていうのは、はい、考えることを考えるのは真似していただきたいポイントでもありますかね。そしたら、はい、まあ、大体スケジュールっていうのは決まっているものがあるんで、まあ、ちょっと変更はあるかもしれないんですけど、やっぱり計画を立ててやった方が、まあ、きちんと最大限のパフォーマンスを発揮試合でできるからいいのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。では、最後に植草選手に質問なんですけども、はい、まあ、質問、見てご覧になられている皆さんに一言っていう感じにはなるかもしれないんですけど、植草選手にとって栄養って、まあ、どんな存在ですかというか、どのぐらい大切ですかという話と、うん、何かぜひこういうふうに向き合ってほしいですってことがあればお願いします。はい、私は本当に高校生大学生になるまで栄養の大切さとかを知らなかったので、まあ、好きなものを食べてすごい生きてきてたんですけど、まあ、こういった知識を知ることによって、よりもっと成長期の時にこういったことをしてたら、よりもっと自分のパフォーマンスの能力が上がったんじゃないかとか、そういう可能性が今すごく広がりました。まあ、現在も28歳になって年齢もだいぶ高くなってきてるんですけど、その中でも今こういったパフォーマンスが発揮できたりとか、毎日トレーニングしたり空手の練習がきちんと行えているのも食事のおかげだなと思うので、無理がない程度に食事を楽しみながらすることが、私はすごく自分にとっての成長になるかなというふうに思ってます。まあ、自分はその料理はもともとそんなすごい好きでもないし、まあ、手の込んだことはできないんですけど、それの中でもやれること、自分の鍋だったりとか、自分が楽しくできる鉄板で焼肉するとか、その中でもちょっと手間を加えるだけでも栄養素っていうのはきちんと取れるので、自分に合った楽しければ料理はたくさんしたらいいと思うし、苦手だったら苦手なりにできることはたくさんあると思うので、その中で楽しんで食事をすることが大切だと思います。はい、ありがとうございます。今とても大事なことをおっしゃっていただいたと思っていて、はい、やっぱり変に無理をしても続かないし、楽しく、まあ、美味しく食べてましたっていうのはとっても大事な要素だと思うんですけど、はい、
それだけじゃなくてやっぱり必要なものは何かなっていうことを考えることでよりパフォーマンスも上がっていきますよっていうことだと思えてます。はい、はい、では、第2部の勝ち飯のお話は以上となります。植草選手ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。上野さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、これからですね、空手のご関係の皆様は小学生や中学生高校生の皆さんはこれから、県大会や地区大会も少しずつ春になって始まっていく時にですね、非常に活用できる、分かりやすくまた手軽に取り組める内容をたくさん紹介していただきました。ありがとうございます。5つの和作戦、知るもの作戦、孫には優しい、はい、ぜひ皆さん、実践してみてはいかがでしょうか。はい、上野さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、さて、前編では、空手の競技面について、また後編ではそのプレーを支える職について、植草選手の魅力に、たっぷり迫っていきました。ここでしか聞けない内容ばっかりだったので、ぜひ、ご覧になっていただいた皆さんもとても満足できたのではないでしょうか。はい、さて、いよいよ、植草歩みオンライントークショー終了の時間が迫ってまいりましたが、最後にもう一つ、ご視聴の皆様に、朗報があります。植草選手と味の素株式会社より、皆様にビッグなプレゼントをご用意いただいております。はい、植草選手何でしょうか。はい、私のサイン入りオリジナル T シャツと味の素さんから商品詰め合わせをセットで5名の方にプレゼントしたいと思います。はい、ありがとうございます。レアなプレゼントですね。はい、セットで5名の方々にプレゼントということでございます。ためになるトークショーに加えて、プレゼントまでご用意いただきまして、植草選手本当にありがとうございます。こちらのプレゼントのご応募方法は、味の素公式ツイッターアカウント味スポで、公開されますので、皆さんぜひ概要欄の方から、味の素公式ツイッターをチェックしてみてください。はい、また食と栄養に関するお得な情報もたくさん、ツイッターの方では取り上げられておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、はい、では最後になりましたが、いよいよ新学期新年度がいよいよ始まります。植草選手から、はい、視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。はい、これから、新学期新年度が始まると思うんですけど、みんな夢や希望、あとはその、不安もいろんなワクワクもあると思うんですけど、素晴らしいまた新1年になるように、私も今年の夏の大会に向けて頑張っていくので、一緒に頑張っていきましょう。今年の夏に絶対に優勝するので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、植草選手ありがとうございました。力強い言葉をいただきました。はい、はい、皆様本日は、植草歩みオンライントークショーをご覧いただきありがとうございました。植草選手、上野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、皆さんありがとうございました。さようなら。Eat well, live well.